大会が始まる前にストリートファイターリーグの発表させてもらいましたけども、まだあるのかというところで、何でしょう。もう一つ皆様に、特にここに来てる日本のプレイヤーの方々には待望のニュースになるかもしれません。日本のプレイヤー、はい、じゃあちょっとこちらの方をご覧ください。やっと、このような形で皆様の近所に、こういうコミュニティの場を一つ作れるアーケード版というのをですね、提供できる機会をいただくことができました。ありがとうございます。今日はですね、それで少しだけ、まあ、ちょっと概要もお話をしたいなと思ってるんですけども、内容は今皆さんの手元に、遊んでいただいているキャラクター全て入ります。でですね、USB ポートがちらっと見えてたと思いますが、こちらの方、皆さん普段使われているコントローラーを持ち込んでいただいて、そこでプレイできるようなシステムを、持ち込んでますんで、アケコンだけではなくてですね、普通の家庭用コントローラーでやりたいなっていう方々もですね、持ち込んでいただければ、こちらの方対応いたします。そしてですね、ここに発表するだけで19年稼働予定になりますけど、じゃあいつ触れるんだというところで、ロケテの発表も今日したいと思います。おお、来月です。来月、はい。こちらの方でですね、ロケーションテストをさせていただいて、これ一度だけではなく、まあ、何度か、いろいろと調整しながらやっていきたいと思っておりますが、まずはこちらの方で、ロケーションテストさせていただいて、皆様のところにですね、届ける準備を始めたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。小野さんから素敵な発表。歌平田さん、ついに、稼働初日からトラボくんが世界一ありえますよね、これ。 LP 引き継がれるのかどうなのか気になる。はい、そのあたりのことはおいおいといきますが、多分皆さんが想像しているようなことは我々いくつか考えてますので、期待を裏切らない発表をこれからしていけるかなと思っておりますので、はい、どうぞお待ちくださいませ。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。今日はちょっと最後にですけど、皆さんありがとうございました。そして関係の皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。会場でね、嬉しくて泣いてる人います。ああ、本当ですか。